こんにちは。ユーがお届けするミュージックカフェユーズタイムの時間です。この番組は毎月第2第4日曜日朝9時から、再放送は午後1時から、イースラップチェーンを運営する京都電工株式会社の協力でお送りします。さて本日はこの京都の音楽界でっていうか全国の音楽界で長い間活躍してこられました、バンジョープレイヤーでシンガーソングライターの北村健さんをお迎えしました。健さんこんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。ではまず自己紹介をお願いします。はい、もう中学3年生の時から今年62歳になりましたがね、はい、48年間ずっとバンジョーを弾き続けております。まあ歌を作ったり、それから歌ったり喋ったり、まあいろんなことしながら、はい、音楽と親しんでる、慣れ親しんでおる、そんな時代あれですね。私でございます。ありがとうございます。はい、今日は健さんに番組タイトルもつけていただきました。バンジョーの独り言。もう時々ね、バンジョー一人旅っていうタイトルで、はい、だいたいライブツアーやってるんですけど、はい、時々おしゃべり中心みたいな、だらだらとしゃべり持ってやるライブが、はい、このバンジョーの独り言っていうタイトルなんですよ。バンジョー一つ持って全国行かれるんですよね。はい、そうですね。まあ今はバンジョー一つというても、はい、大きいバンジョーを持って行ったり小さいバンジョーを持って行ったり、まあ何本か持って行ったりもしますけれども、はい、一本でブラブラと歩けたら一番気楽でいいんですけど、なかなかそうも行かない。バンジョーに魅せられたっていうのは随分昔だね。そうですね、はい、一番最初バンジョーと出会ったのは、はい、中学校の3年生の時に、はい、メンズクラブっていう本がありまして、はいはいはい、そのうちの姉のボーイフレンドが、はい、その本を忘れていかったんですよね。ファッション雑誌、ファッション雑誌なんですよ。で今もあると思うんですけど、はい、今のとはちょっと違いまして、アイビー、バンっていうメーカーが、特色メーカーがありまして、うんうんうん、アイビーというのは全盛期でそれを特殊してたものなんですけど、はい、その雑誌の表紙にバンジョーが写ってたのを見て、はい、ああこれなんかすごい、こんな楽器やってみたいなって思ったのがきっかけ。まずビジュアルから、はい、それで多分バンジョーというのはあのフォークダンスの時に流れてた、あのポコポコとした音が出る楽器なんだろうと思って、はい、でまあ高校へ入る、まあ試験がね、うまいこと言ったので、はい、でうちの親父に言いまして、このラジオカフェの近くにあります十字屋楽器店に行きまして、はいはい、ほんで購入したって、当時で1万1000円だった記憶があるんですが、でそれもその、ショートネックバンジョーとロングネックバンジョーとがあって、はい、同じ値段やったんですね。でうちの親父が同じやったら長い方が得ちゃうから言って言うたんで、はい、意味も分からずロングネックバンジョーというのを買って、はい、当時、初任給が1万5000円ぐらいの時代ですから相当高かったんですね。親父も無理して買ってくれたんやと思いますね。それが健さんの人生のお供、はい、ね。そしてもう1曲目の紹介していただかないといけないんですけども、はい、どんな曲からスタートしましょうか。そうですね、春という曲を、はい、かけてみたいと思います。これは自宅録音で、はい、演奏は全て私の演奏に手によるものであります。はい、春という曲です。はい、あその前に、はい、今 BGM に流れているのは、はい、恋歌っていうね、ナッシュビルで録音してきました。あ2001年にナッシュビルで録音された恋歌だそうです。はい、では1曲目の春どうぞ。あきれるほどでかい湖、コバルトブルーに色が変わった。春告げ鳥は巣から飛び出し、高く低く得意そうに歌う。不思議、あまり静かすぎて空は高く、奥まで澄んで高く、山の萌え色の声が響き渡るよ。春
青い海を飛行機が行く。見えているかな、ここにいるのが銀の体がキラリと光る。何かに気づいた合図かもしれない。楽しい、うまくはまりすぎて空は高く、天国まで住んで高く、山の萌え黄色の声が響き渡るよ。こんな軽快な曲を聴かせてくださったケンさんなんですけど、うん、音楽のルーツはイムジン川にあると、はい、そうなんですよね。中学校の時にね、落語家になりたかってね、落語の勉強とかも一生懸命してたんですけど、その当時、まあ、今でこそね、芸人さんという立場がものすごく良くなってきましたけど、その当時やっぱり芸人さんというのは立場はね、ものすごいこう低く見られてた時代なんですよ。決してそうじゃなかったと思うんですけどね。でうちの親父の猛反対に遭いまして、はい、落語家になりたいって言ったら、はい、しかも竜亭智楽さんの弟子になりたいって言って言ったら、その猛反対に遭いまして、はい、でまあその落語があかんやったらと思って、その時にフォーククロセダーズと出会ったらね、はい、別に落語家でなかったも面白いことを話してもええんだということが分かりました。あ、なるほど、これやったらええかもしれないというので、はい、音楽を始めたということなんですよ。そんなケンさんが最近、うずらギャラリーで童謡を歌っておられる、はい、この近くに ね、富田歯科さんという、ね、歯医者さんがありまして、ちょうどこのラジオカフェから、お隣か、はい、2軒隣になるんですけどね、はい、そこのうずらギャラリーさんで毎回、童謡というのをテーマにして、はい、盤上で弾き語る童謡をやっております。近いところでは6月の8日土曜日、はい、7時から夜の7時からあります、はい、2曲目が聞こえてますが、この曲も童謡の、はい、僕のライフワークであります、童謡のアレンジでね、マリと殿様、北村健と少年クラブです。もう一つのルーツはダークダックスだともお聞きしたんですけれどもこれは一体自分はなんでこんなに童謡歌ったりポップス歌ったり、まあ、人のカバーをやったりとか、はい、いろんなことしてる、なんでこんなことやってるのかなと思った時にね、はい、昔そういえばダークダックスが好きで、ロシア民謡を歌ってはったりとか、はいはい、もちろん銀色の道みたいなオリジナルも歌はるし、ここかと思ったら童謡歌はるし、はい、スイスのヨーデルもやらはるしみたいな、ね、そうですね、あ、なるほど、俺はひょっとしたらダークダックスかもしれないって俺はダークダックス、うん、はい、ソロでダークダックスやってるみたいなね、そんな感じやと思うんですよ、ね、いろんなことをアレンジするのが好きでね、はい、このマリと殿様なんかでもそうですけども、楽しいですね、はい、アパラチアンミュージックでね、マウンテンマイナーっていうチューニングがあるんですけど、はい、そのチューニングがなんか日本の古い民謡に合いそう、民謡とか同様に合いそうやなっていうのでやりだしたのがきっかけでこんなアレンジができたんですけどね、はい、
そしてもう最後の曲です、はい、これはこれはあの2001年にナッシュビルへ行きましてレコーディングしました、はい、つい先だってもねこのバンジョー弾いてもらってる、ビル・キースさんがうちの家へぶらりと遊びに行きありました、はい、でまあいろんなこと11年ぶりの再会12年ぶりの再会か、はい、それでいろんなことを話して、楽しいひとときを過ごしたんですね、そのビル・キースさんにバンジョー弾いてもらったあの僕のオリジナルで風が吹いている、どうぞ。風は吹いてくる、晴れた時には晴れのように、雨の降る日は雨のように、季節の移ろいの中の香りを運んでくる、自分らしく自分らしく心が迷わぬようにと、特に変わったことでもなく気を照らす2001年、ナッシュビルでのレコーディングで、はい、ありのままっていう思いに至られたそうですけれども、ね、なんかあの音楽に対する考え方がもう根本的にひっくり返ってしまいました。もう自分らで、まあ、の難しいことを一生懸命お化粧して綺麗なもの作るよりも、はい、ありのままの自分でありたいなっていうふうに思い出しましたね、はい、そんな健さんが企画される伊吹山音楽祭があるそうですけれども、はいはい、今年は、9月の14、15の、はい、土日ですね、はい、ジョイ伊吹という薬草の里文化センターというところがありまして、はいはい、そこの野外ステージで、もう全国からもういろんなジャンルのミュージシャンがものすごいたくさん集まってやってくれます、はい、なかなか楽しい、ね、あのフェスバルですので、はい、ぜひあのできたら北村県でホームページを見ていただくのが、ね、そうですね、充実してますね、はい、ケンさんのホームページも、早いかも分かりません。そうですね、はい、はい、では一言でケンさんこれからの夢を、一言で無茶振りしました、ごめんなさい、 一生懸命やるしかないやろね。はい、本日はバンジョープレイヤーでシンガーソングライターの北村ケンさんをお迎えし、バンジョーの独り言というタイトルでお送りしました、はい、北村健さんありがとうございました。楽しかったです。またよろしくお願いします。番組ではブログも頑張ってアップしていますので、ラジオカフェのホームページからぜひご覧ください。次回放送は5月26日です。お相手はゆうでした。